おはようございます。レイです。7月11日月曜日の今日はセブンイレブンの日です。株式会社セブンイレブンジャパンが制定。日本全国のコンビニチェーンを展開するセブンイレブンは、その抜群の認知度と社名がそのまま日付に置き換えられる明快さで、毎年7月11日に大きな話題になることから、記念日登録でさらなる情報発信をするのが目的。日付は7と11でセブンイレブンと読む語呂合わせから来ております。セブンイレブンってね、もともとは7時開店11時閉店のお店だったんですよね。今では24時間営業が当たり前になっていますけれども、この24時間営業っていうのは本当に助かります。それでは皆さん、今日も良い一日を。